体で、しかも第一線のプレーヤーとしてチームを支えてくる、これはもう大変なことですよね。大変なことだと思いますね。まだ歩きます。先ほどはヒット、そしてフォアボール。だから今日はあの和田選手らしさというものが、ね、十分に見られてますよね。1739本、今日の試合に敗れますと今シーズン最下位が確定します。4年連続となってしまいます。野村監督、声援の中、ワンアウト一塁。まだスタート。三岡は一塁へ。足が速い赤星。ちょっとした判断ミスが傷口を広げました。追加点のチャンスに先ほど犠牲フライ、打点1の浜中。でもこれはあの二岡がね、今年はあまりゲームに出てませんので、レフトへ、前へ、ツーアウト。今日檜山は2打数ノーヒット。外れて満塁。そして5番の広沢を迎えます。今日は広沢はセンター前のヒットと、そして三振。先ほどはあのまっすぐで攻めましたよね、はい、そうですね。やはりあのまっすぐが主体になりますか。の方がいいんではないかなと思うんですけどもね。ミスは少ないと思いますよね。ライトへ、ライトセンター、入った。1人帰る。そして赤星も帰ってきた。2点追加しました。広沢のタイムリー、3対0。6番の今岡、タイガース今岡のタイムリーツーベース、5対0。